リッキンソン大学はアメリカ合衆国ペンシルベニア州カーライルにある私立リベラルアーツカレッジ1773年にグラマースクールとして創立し1783年に正式な学位を授与する大学としての認定を受けたアメリカ独立宣言署名者の一人であったベンジャミン・ラッシュが創立し公明はアメリカ合衆国憲法署名者の一人で 死亡書と土地を寄贈したジョン・ディッキンソンと、そのつまめアリー・ノリス・ディッキンソンを叩いて付けられた。ディッキンソン大学は、学部生のみ、約2300人の学生を抱え、リベラルアーツ・カレッジの特徴とも言える、少人数性教育を徹底して行っている。学生体教授の人数比は9、1、クラスサイズの平均は15人で、全講義の約3、 4は20人以下の学生数で行われている。また、同学はヒドン・アイビーの一つにも数えられている。US ニュースワールドレポート誌が毎年出している大学ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジの中で50位以内に入る評価を受けている。なお、ディッキンソン大学のキャンパスに隣接するディッキンソン法学校はもともとは1834年に リッキンソン大学の法学部門として創設されたものであった。その後、1890年に同学のロースクールとなり、1917年に同学から分離独立した。2000年、リッキンソン法学校はペンシルベニア州立大学と合併し、その参加に入った。ベンジャミン・ラッシュリッキンソン大学の起源は、ペンシルベニア植民地西部の若者を教育する。 辺境のラテン語学校として1773年に創立したカーライル・グラマースクールにある。やがて、ジェームズ・ウィルソンや、ジョン・モント・ゴメリーといった、同校卒業生の中でも結出した者たちが、同校を大学へと発展させるよう働きかけるようになった。1782年、フィラデルフィアの内会で、独立戦争中、 およびその戦後には最も傑出したリーダーの一人となったベンジャミン・ラッシュはフィラデルフィアでモントゴメリー及び実業家、政治家、ウィリアム・ビンガムと会談し、その中でカーライルへの大学創設の話が上がった。独立戦争を終結させたパリ条約の締結から6日後、1783年9月9日、カーライル・グラマースクールは、 ディッキンソン大学に改組され、ペンシルベニア州議会により認可を受けた。これにより、ディッキンソン大学は、アメリカ合衆国独立後初めて認可された大学となった。ラッシュは、当初、大量の資蔵書を大学に寄贈した、元ペンシルベニア植民地総督、ジョン・ディッキンソンとその妻メアリー・ノリス・ディッキンソンを、たたえて、この新しく認可された大学を、 ジョン・アンド・メアリーズ大学と名付けようとした。しかし、最終的には、この二人の名ではなく生の方を取って、リッキンソン大学という名が選定された。当時、サスケ・花川より西にある、この大学は、合衆国際生誕の大学であった。翌1784年4月、第1回理事会が開かれ、ラッシュが初めてカーライルに足を運んだ。この理事会では、 独立戦争を支持したスコットランドの協約者チャールズ・ニスベットが初代学長に選出された。ニスベットは1785年7月4日に着任し1804年に廃園で死去するまで務めた。オールドウェスト1773年に創立した当時のグラマースクールの校舎はリバティアベニュー沿いベットフォードストリートとポンフレットストリートの交差点の 近くに立つ2部屋だけの小さなレンガ作りの建物であった。立金キンソン大学として認可された後は、この校舎は全学を収容できるように増築された。1799年、ペンケはカーライルの町の生誕に所有していた7エーカーの土地を大学に売却し、同年6月20日、この土地に建てる新しい校舎がジョンモント・ゴメリーによって提訴された。12部屋を有する。 この校舎は4年かけて建設されたが、完成も間近となった1803年2月3日、入管開始からわずか4から5週間にして、この校舎は消失した。しかし、後に、連邦議会議事堂の設計に携わることになる、ベンジャミン・ラトローブが、校舎再建にあたって、その設計に手を挙げ、また当時の大統領トーマス・ジェファーソンや国務長官、ジェームズ・マディソンといった面々が、 再建のために資材を寄付した。こうして1805年、後にオールドウェストと呼ばれることになる校舎が再建され、同年11月にこの校舎での初めての講義が開かれた。しかし、19世紀前半には、立金キンソン大学は財政面及び人材面での苦難に幾度か直面した。1816から21年には、度重なる財政面での窮乏に、 教職員間での不安が重なり、並行を余儀なくされた。1832年には、教職員間で大学のカリキュラムに関する激しい論争が起こり、理事会がそれを解決できずに、一時的なものとはいえ、再び並行に追い込まれた。この並行の直後、メソジスト監督協会のボルチモア協議会は、同学の理事会にメソジスト系大学としての再開を打診した。 理事会はこれを受け入れて解散し、新たに組織された理事会へとその権限を引き渡した。こうして、翌1833年6月、ジョン・プライス・ダービンが学長に就任し、大学は再開にこぎつけた。また、1833年には法学部門が創設された。この法学部門は、その後1890年に、同学のロースクール、 リッキンソン法学校となり、1917年に同学から分離独立した。2000年、リッキンソン法学校はペンシルベニア州立大学の参加に入った。南北戦争中、1863年年6から7月には、カーライルの町に南軍が侵攻し、リッキンソン大学のキャンパスは二度にわたって占拠された。1798年に、 立金村大学を卒業したジョージ・メッツガーは、1879年に死去した際、所有していた土地と2万5000ドルの現金を、女子大学設置のために、カーライルの町に寄付した。この土地と資金をもとに、1881年、メッツガー女子大学が開校した。しかし、1913年にメッツガー女子大学が資金面で行き詰まると、 土地と校舎は、リッキンソン大学に対応され、メッツガーホールと呼ばれて事実上、リッキンソン大学の女子寮となった。その後1963年まで、メッツガーホールは使われたが、老朽化が進み、修繕もなされないまま、一年生の女子しか収容できなくなり、やがてこの土地は売却され、校舎は取り壊された。ザキロングスドーフ1887年。 リッキンソン大学は初めての女子卒業生となるザ・ティ・ロングスドーフを送り出した。1901年には初めてのアフリカ系卒業生となるジョン・ロバート・ポール・ブロックを、そして1919 19年には初めてのアフリカ系女子卒業生となるエスター・ポーペル・ショーをそれぞれ送り出した。1967年に建てられた大学のメインの 図書館、ウェードナースパート書館20世紀前半のリッキンソン大学は2度の世界体制や世界恐慌といった外的な困難に直面する中でカリキュラムを変革し教員は新たなやり方で学生と向き合ったアメリカ合衆国が実際に参戦する前から第二次世界大戦についての講義を行うという当時の世相からは考え難い実験的な授業まで行われた 第二次世界大戦が終結し、20世紀も後半に入ると、リッキンソン大学は、学際的分野や、地域研究といった領域にも学びの可能性を広げられるよう、リベラルアーツのカリキュラムを強化し、学術領域を多様化させた。リッキンソン大学の卒業生で、クローンダイクバーを商業的に成功させた、実業家ヘンリー・クラークは、1994年に、 同学のクラーク現代問題フォーラム及びクラークセンターを設立した。2013年にはリッキンソン大学はカーライルのランドマークであったアリソンユナイテッドメソジスト協会を買収し、状況派的な礼拝のほか、大学のイベントやゲストスピーカーを招いての講演、学生によるプレゼンテーション、会議等にも使える建物にした。 アカデミッククアットの校門とボスラーホールディッキンソン大学はペンシルベニア州の州都ハリスバーグから西へ約3 5トルカーライルの中心部のすぐ西に隣接し街を東西に貫くメインの通りであるハイストリートの両側にまたがる144エーカーのキャンパスを構えているキャンパス内には外壁をライムストーンで覆われた校舎や学生寮が立ち並び 樹木が至るところに植えられている。研究、教育目的の校舎は、そのほとんどがキャンパス東端を通るウェストストリートとカレッジストリートの間、かつハイストリートの北側に広がるアカデミック・クワットと呼ばれるエリアに集中している。アカデミック・クワットの中心に立つオールドウェストは、1805年に建てられた大学最初の校舎である。二百年以上の時を経た現在では、 大学の儀礼的な中心になっている。新入生はこのオールドウェスト正面玄関前の階段を上り入学式を行い署名をする。卒業生はここでの卒業式の後、大学を出て卒業生として外の世界へを象徴することく正面玄関を出て階段を下る。オールドウェストは1966年に国家歴史登録罪に指定されている。 図書館に展示されているマーメイド像をこのオールドウェストの屋上に設けられた首狼のドーム長部にはマーメイドの像が建てられている。これはベンジャミン・ラトローブがこの首狼をアテネの風の塔に似せて設計し、その長部には本家のトリトン像の代わりにマーメイド像を飾り取りとして建てたものである。以後、マーメイドは大学のシンボルとなっている。なお、 現在オールドウェストの頂部に立っている像はレプリカで、もともとラトローブが建てた像は図書館に展示されている。アカデミッククアットからカレッジストリートを隔てた西側にも研究、教育目的の校舎がいくつか立っている。また、大学のメインの図書館であるウェードナースパート書館もこのブロックに立っている。このブロックの西側には学生寮がいくつか立ち並んでいる。 また、ハイストリートの南側にも学生寮が立ち並んでいる。このブロックのさらに西側、チェリーストリート以西には体育施設が立ち並んでいる。リッキンソン大学はメインキャンパスのほかカーライルの街の南東約1 0トルに80エーカーの農場を所有している。2000年代後半以降、リッキンソン大学は環境への配慮。 持続可能性の向上に取り組んできた。具体的な施策としては、学内に3メガワットの自家太陽光発電施設を設けたり、新たに建てられる建物は、リードゴールドもしくはプラチナ認証を満たすように設計、建設するといったことを行ってきた。こうした取り組みの結果、リッキンソン大学は2020年、ペンシルベニア州の大学としては初めて、カーボンニュートラルを達成した。 プログラミングの授業で Java データ構造およびリソース割り当てを教える講師リッキンソン大学は約2300人の学生を抱えリベラルアーツカレッジの特徴とも言える少人数性教育を徹底して行っている学生体教授の人数比は9、1、クラスサイズの平均は15人で全講義の約3、4は20人以下の学生数で行われている特に 同学への新入生が最初に受講し、同学での学びに必要となる批判的思考力、分析力、作文力、及び文献調査力を身につけることを目的とした一年次セミナーは、その目的達成のために、活発なディスカッションを可能とするよう、そのすべてが16人以下の学生数で行われている。立金村大学は45の専攻、副専攻プログラムを提供し、 学士の学位を授与している。加えて、同学は独立研究、インターンシップ、エクスターンシップ、及び陸軍予備役商工訓練課程も提供している。他大学との提携で、リッキンソン大学の学士の学位と他大学の大学院の学位の両方を通常より短い年限で取得できるプログラムも複数用意されている。工学の分野では、リッキンソン大学で3年、 定携先大学で2年学ぶことで、リッキンソン大学の学士、及び定携先大学の工学修士の両方の学位を取得できる3プラス2プログラムが、ケースウェスタン、リザーブ大学及びレンセラー工科大学との間で提供されている。法学の分野では、リッキンソン大学で3年、ペンシルベニア州立大学リッキンソン法学校で3年、学ぶことで、 立金キンソン大学の学士と立金キンソン法学校の法務博士の両方学位を取得することのできる3プラス3プログラムが提供されている。公衆衛生学の分野では、立金キンソン大学で4年、コロンビア大学のメールマン公衆衛生大学院で1から2年学ぶことで、立金キンソン大学の学士とコロンビア大学の公衆衛生学習士の学位を取得できるプログラムが提供されている。 国際関係学の分野では、リッキンソン大学で3年学んだ後、4年児をジョンズ・ホップキンズ大学のポール・エイチ・ニッツェ高等国際、関係大学院のヨーロッパ校、5年児をワシントン DC の聖本校で学んで、リッキンソン大学の学士と聖の修士の両方を取得できるプログラムが提供されている。また、国際教育も充実している。リッキンソン大学は、 近代言語及び古典を含む13言語の外国語科目を開講している。24カ国との間に40以上の留学プログラムがあり、約2、3の学生が在学中にアメリカ合衆国外への留学を何らかの形で経験する。日本の大学ともナムサン大学及び国際教養大学と交換留学協定を結んでいる。また、モザイクと呼ばれる。 アメリカ合衆国内外での1セメスター間集中、かつ学際的なフィールドワークプログラムも提供されている。ありがとうございます。